和田雅之と尾崎由香と世界のワダックスラジオ、皆さんこんにちは。ワダックス企画プロデューサーの和田雅之です。皆さんこんにちは。ワダックス尾崎由香です。皆さんこんにちは。ワダックスエグザイルファンタスティックスの世界です。この番組はアニメや漫画の企画とクールジャパンを推進するプロデュース集団エクスアーツの代表和田雅之さんが尾崎由香と世界さんと一緒にお送りするアニメ制作バラエティラジオ番組です。はい、今週も始まりました。ね、はい、世界さんまた、はいはいはい、京都行って滋賀行ってさらにまたみたいな感じでもうね、ツアー中ですよ。全国ずつ裏裏九州も行きますしね。九州もね、行く行く、長崎と鹿児島も、うん、なんか気温差とか結構激しそう。大変じゃない？もうそんなの感じる暇もないぐらい、そっか、室内ですもんね、ライブは。そう、もう気づいたらステージ立ってて、うん、気づいたらホテルで寝てる。そんな中記憶ない。すごい。でも映画もね、ちゃんと見て、うん、ね、アニメも見てますよ。エドマイルフ見てますよ。 ありがとうございます。嬉しい。めっちゃ可愛いね。あ、本当ですか。いいよね。なんかほのぼのしててね、あの佃ともんじゃの話よかったわ。兄はね、そうそう、あ、可愛かった。ずっとこう、いや、素晴らしい。そしてね、この後そのエドマイエルフからまた素敵なゲストさんが来てもらってますから、楽しみですね。早速本編に行きたいと思います。はい、それでは始めていきましょう。和田雅之と尾崎由香と世界のワダックスラジオ、宇治子の皆様よろしくお願いいたします。和田雅之と尾崎由香と世界のワダックスレディオ。さて、ここで本日のゲストの方をご紹介しましょう。エドマイエルフエンディングテーマ踊る光が好評配信リリース中、コーディーリーの高橋響さんとリキさんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お会いできました。そうですね、初めまして。やっぱね、なかなかこういうご時世柄の打ち入りとかが今ないから、うん、ないので、ね、皆さんで集まることって少ないし、うん、ね、なかなかないですから、うん、そうだよね。ありがたいです。こちらもそう。僕ら3人とも初めましてですね。そうです、そうです、うん、だよかったらちょっとバンドのご紹介というか、はい、高橋さん、力さんからぜひいただけたらなと、はい、まあ、皆さんね、もうファンの方はもちろんご存知なんですけど、はい、ぜひぜひお願いします。はい、コーディーリーは2018年に私高橋響が中心となって結成したバンドでして、はい、まあ、メンバー編成は一度こうガラッと変えて、2019年20年ぐらいから今の体制になってっていう感じの5人組のロックバンドとなっております。はい、超個性的ですよね、みんな、うん、すごいよな。ミュージックビデオには皆さん、はい、いつも出演されている。そうですね、うん、今のところ全部出てるです ね、 そうですね。踊ったりしてましたもんね。踊ったりしてましたね。面白いんですよね、ミュージックビデオもね。はい、今回お二人が、はい、なんとエドマイエルフエンディングテーマ踊る光についてご紹介いただけるということで、はい、貴重、お願いいたします。はい、これは見てて思ったんですけど、うん、どういうこう、なんでそもそもコーディーリーさんになったんだろうな。確かに確かに。っていうのは、うん、すごいすごいぴったりだし、ね、どういうなんか発注というか何かあったんですか。発注ですか。発注というか、発注ですか、なんて言ってんだろうな。こんなテイストのね曲でとか、書き下ろしなのか、はいはい、そうですね、まあ、まずこれ書き下ろしで、そのエドマイエルフをご覧いただいた方は分かると思うんですけど、こう日常が続いていく感じ、はいはいはい、なのでこう、うん、アップテンポとかではなく淡々とした日常に馴染むような曲をっていう発注はあったような気がします。もう聞いてるだけで癒されるもんね。癒される、すごい雰囲気のいい曲。なんか月島がこう見えるというか、うん、実際月島も行かれて、あ、ミュージックビデオを月島で撮ったりもしましたし、で月島普通に行ったこともあるっていうので、それでなんですね。はい、素敵な、いや、あの歌詞が、はい、その前半と後半がちょっとニュアンスがちょっとなんか捉え方が違うなって思ってて、うんうん、あれってやっぱ役に合わせてというか、恋人とエルダにもちょっと合ってきてるのか。はい、そうですね、まあ根本的な部分ではそうなんですけど、うんうんうん、その
小糸とエルダー目線で書き分けてはいるんですけど、うん、なんかそれを自分の日常生活に置き換えて、うんうんうん、そのまあ家族とかいつ会えなくなる人がいるっていうところに向けて書いたっていうので、うんうん、ちょっと被るとこもあるしっていう、うんうん、あやっぱ被せてたりとか、はい、すげえなー。なんか漫画のそのセリフとかも結構、うん、なんかあ聞いたことあるっていうセリフが入ってたりとかしてなんかすごいつながるんですよね。めちゃくちゃ読みましたもん。やっぱ聞いてて、はい、私も小糸とエルダだっていうなんか作品と一体化してる感じがしてすごく嬉しくて毎日聞いてます。いやありがとうございます。作詞は何日ぐらいかけてやったんですか？これは結構でもそんな時間かかんなかったような気がします。その原作を読んで、うん、すげえ付箋とか貼りながら読んで、でも結構その日常の中にもなんかグッて刺さるポイントがある原作じゃないですか。そのただの日常じゃないっていう、そういう点ですごい書きやすかったなというので、1ヶ月ぐらいですかね多分。1ヶ月かかるんですね。早い方ですよ、ね、早い方、はい、お一人で書かれるんですか？一人で書きますね基本お部屋で。じゃあメンバーさんがこう、あここはちょっと変えた方がいいとかはなすのあんまないよね。うん、なんかまあプリプロっていうそのレコーディング前の段階の時に、うん、この歌詞じゃないとかはまあちょっと話し合って、うん、で本ちゃんの時にまあ響きがまたこもって固めてくるっていうような感じになりますね。なんか曲ごとに書く方が変わるっていうこともなく、今のところほとんどまあ僕が、うん、あのミュージックビデオも誰がこういう感じにしようみたいなのあるんですか？まあ割とコーディーリは自分たちでこうどうしたいあしたいっていうのがあるので、まあそのプロットを自分たちである程度固めてって監督さんと共有するんですけど、今回のその踊る光のミュージックビデオは月島で撮ったんですけど、監督が月島出身の方でして、なんでもこれはもう知ってるだろうということで結構丸投げしてっていうか、知らなかった、はい、すごい。そうですそうですね。そうか。で、あのリキさんは、はい、あのバンドの中だと役割はちょっとあのどんな感じで、面白担当とかなんかあるんですか？ああ、面白がられることはない気がするんですけど、うん、一応まあギターなんで、はい、リードギターって立ち位置なんで、うん、まあなんか個人的にはまあ支えつつも引っ張りつつもなんかが両立できるポジションでいたいなっていうふうにちょっと思って。てるんで、なんかちなみにあれなんですか、もんじゃ派か佃煮派かどっちなんですか？庭の。いやーそうなんですよね、まあ、庭のあの感じで言うと僕はどっちかっていうと本当にもんじゃなんですけど、ただあの育った町が浦安なんで、あの佃煮は本当にちっちゃい頃からその下町に根付いてた、であの辺も漁業とかがやっぱ盛んだったんで、佃煮はやっぱりちょっと馴染みのある食べ物としては捨てがたい、うん、けどわざわざ家で出てるんだったらもんじゃが食べたいなって気持ちなんですよね。もんじゃ派だ。もんじゃ派です。すいません。もんじゃ派、もんじゃ派。小糸と一緒。小糸派。ありがとうございます。そんなお二人にあのメールも届いているのでご紹介したいと思います。はい、ラジオネームスーパー語彙力低下のサイコバスオーナー足立さんからいただきました。和田さん、尾崎さん、世界さん、そして高橋響さん、力さん、こんにちは。ダックスです。こんにちは。ダックス。こんにちは。江戸前エルフを拝見した際にこのエンディングを聞いて速攻プレイリストに入れました。語彙力がなくありきたりなことしか言いませんが、エモエモすぎる曲で夕方一人で散歩するときに聴きたくなるような曲でした。好きじゃなかったという歌詞も個人的に刺さりました。嫌いという言葉を使わずに好きじゃなかったと表現の仕方もあるんだなと勝手に勉強になってしまいました。確かに好きじゃなかった。なるほどね。そういうのはあえてなんですか？これあの記憶違いだったらごめんなさいなんですけど、はい、原作にこういうセリフありませんでしたっけっていうことを思って、まあ、完璧にそれ通りじゃないと思うんですけど、うんうん、なんかそのエルダーの顔を見てる小糸がそういう回想をするみたいな、回想っていうか思い浮かべるシーンがあって、そこ で小糸がエルダーのことを嫌いなわけないじゃないですか、うん、好きじゃないっては言いそうだけど、うんうん、嫌いとは言わないからっていう風なので、そういう歌い回しをしたって。ありました。そうですよね。私そのセリフ言いました。そう、それもすごい好きな話数で言いました。ああ、そう、あそう、こんな言わなそうなのに言うんですよ、こういうのは。そう、エドマエルフの世界にハマればハマるほど踊る光が多分いろんなあれに捉えられそうですよね。この曲は変わっていきますよね。ありがとうございます。はい、ではもう次のお手紙、はい、お願いします。ラジオネーム
ダンダランランさんからいただきました、はい、ワダックスの皆さんこんにちは。ダックス、こんにちは。ダックス、私はオリエンタルテイストの音楽やファッションが大好きで、コーディリーさんの Oh I にミュージックビデオたくさん見ています。皆さんめちゃくちゃかっこいいです。こんなに個性的なメンバーが集まったら揉めることもあるんじゃないかなと勝手に心配しています。なるほど。実際喧嘩することはありませんか？グループとしていいものを突き出上げるときに大事なことは何だと思いますか？教えてください。おお、喧嘩、喧嘩はないですね。したことないです、ね、あ、ないんだ。意見がぶつかることもないですか？まあぶつかることもないですけど、唯一言えるのは全員自分がこのグループで一番まともだって思って、そのヤバさはある。あ、一番ヤバいですね。そうなんですよ。正直自分が一番まともだって全員が思ってるようなグループなんで、そういうヤバさはありますけど、喧嘩はないですね。高橋さんから見るとまともじゃない。まともじゃないです。そうなんすか。全員まともじゃないけど、はい、そう、矢印がみんな違う方向に行ってるんですよ。だから逆にぶつかんないのかもしれないですね。それはいいグループだわ。すごい、いろんな個性がじゃあ集まった感じ。ねえ、確かに。で、EXILE はどうなんですか？何が？グループは喧嘩とか喧嘩します？するする、全然リハーサルとかぶつかるね、うんうん。あ、メンディーが小吉さんに、いやちょっとみたいなのもある。あ、やっぱグループでいろんなね形がねありますよね。ぶつかることが悪いことじゃないですか。そうですよね。なんかやっぱもういろんな人がいすぎて、うんうん、俺らは、うんうん、10人以上いるから常に、うんうん、もうそりゃねありますよ、男の子だし。じゃあ世界さんも怒ったりするんですか？俺はない。あ、ない。俺はないです、ね、お兄さん的立場で。僕はまあ EXILE と年も下なんで、うん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 、結構でも言うときは言いますけどね、うん、なんかこれもどうですかみたいな感じ、俺は、うん、あ、提案みたいな感じ。揉め事を起こさず。でもさ、声優って一人じゃん基本。そうですね、うん、どう、いやどう、うん、今では揉めてましたけど、する、喧嘩、いや私が珍しいのか、私あんまり怒らないので。でしょうね。いや、でしょうね。喧嘩あんまりしないですね。しなさそうだもん。そうですね、怒るんですけど、わーって怒鳴れなくて。しかとしそうだもんね。あの、真面目に話し合いになります、討論。あ、一番怖いやつだ。よく言われます。でも建設的ですね。、はい、静かに怒ってます。いい、怒ってないよって言いながら怒ってます。なるほどね、はい、あとなんだっけ、うまくいく秘訣みたいなのもあったもんね。作り上げるときに大事なことは何だと思いますか？なんだろうね、なんだと思います？なん、グループって難しいですよね。いや、そうなんですよね。またなんかこうバンドとも俺ら違うから、う、結構ね違ったりもするんですけど、うんうん、どうなん、バンドさんってどうなんだろうと思って。うちらはでもそのまあやっぱ全員が違う方に伸びてるけど、うん、なんか一個こうコーディリーというものを信用しているっていう根本があるから、その離れすぎない、戻る場所は自分たち把握してるみたいな感じで、一個シーンを作ってあげると立ち返りやすくいいのではないかなと思います。曲作るときにこうグループラインとかあるんですか？ あります、めちゃくちゃあります。あそこでやり取りもするんですか？もうあの、まあ、基本会って話すことが多いですけど、グループラインで、まあ、グッズのこととか曲のこととか、いいっすね、ライブのこととか話したりしますね。なんか遠出したりとかするんですか、お出かけみたいな。あ、みんなですか、うん、いやもうツアーとかが遠出もお出かけなので、うん、出かけた先でみんなバラバラになるけどね。もう本当にばらけます。ね、全員まちまちで。いいっすね。服買いに行ったり銭湯行ったりご飯屋さん行ったりみたいな、それぞれなるんで、うん、みんなマイペースタイプ。お二人はどういうタイプなんですか？うん、僕はお風呂、銭湯好きなので、はい、銭湯行って、はい、たり川を見に行ったり。あ、いいっすね。 いいですね。リキさんはどういうタイプですか？僕も本当に古着屋さんとか。あ、いいっすね。もう1時間で4件ぐらい。そうです、すげえ早い。めちゃくちゃ袋持って帰ってくるってやる。そうなんですよ。買わないと逆に心配されるから最近。いい過ごし方だな、羨ましい。話してたらもうあっという間だよ。あ、もう終わり。なんと早い。ちょ待った、これだけ聞こう。はい、お二人がエドマエルフ見て小糸ちゃんはどうでした？尾崎ちゃんは。恥ずかしい。僕あれですね、エルダが好きなんですよ。正直。でもいいですよ。いやでもその2人の掛け合いというか、見ててなんかその小糸ちゃん特有のその
素朴さというか、なんかあの大人のカバン似合わないみたいなところとかがすごくこう細かく表現できていらして入り込めたなっていうふうに思いました。ありがとうございます。リキさんはどうでした？ありがとうございます。僕もあの狼と香辛料でちょっと育ってるんで、小清水亜美さん今日私じゃないかもしれない。ちょっと今日小清水さんなんだ。いやいやいいいんだよ。でもなんか本当に1話目がすごい全てが集約されてるなと思って、うん、なんかこの江戸マイルフとで自分たちのあの踊る光の波というか、ちゃんとグッてくるポイントもあるしっていうのはすごいやっぱり、あの一話見てて思ったんで、おかげさまで、おかげさまで本当に良かったです。エンディングも超いいですもんね、実写とね、いやそうそうそう、曲にぴったりな、めちゃくちゃいい絵作りだね、ありがとうございます。最後にお二人からお知らせなどあれば。はい、6月7日ですね、この踊る光を含む、光の名前 EP という EP を発売いたします。はい、ありがとうございます。こちら、特典に、まあ、あの我々のライブ映像ですとか、台湾でライブしたこ最近したんですけど、そのドキュメンタリーとか、まあ、江戸マイルフのノンクレジットエンディング映像など盛りだくさんの内容ですので、ぜひホームページなどをチェックしていただければと思います。そして5月25日から、コーディリーメジャーデビュー1周年記念ツアー、こんにちは生活ツアーというのが始まります。すごい、そうだ、ありがとうございます。こちら、チケットが一般発売中で全国11カ所を回るツアーとなっておりますので、ぜひ江戸マイルフのエンディングで知ってくれた皆さんを一度ライブに遊びに来ていただけると楽しめそうかなと思っております。いや絶対楽しめますね、はい、ね、頑張ってください、はい。で本日のゲストはコーディリーの高橋響さんとリキさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。和田正幸と尾崎由香と世界の和田クスレイディオ、和田クス七色セリフオーディション、ここでは総合学園ヒューマンアカデミーパフォーミングアーツカレッジの学生さんをリモートゲストとしてお招きして、架空のアニメの架空セリフでオーディションにチャレンジしてもらいます。最終的に合格した学生さんには和田さんが社長を務める X アーツのグループ会社が手掛ける作品への出演権がプレゼントされます。ではまず4月のテーマセリフを発表します。今回は男性女性1名ずつですので、それぞれ発表します。まず4月の男性用セリフはこちら、これならまだいける。そして4月の女性用セリフはこちら、だってお友達だからとなります、うん、ではここで最初の学生さんにご登場いただきましょう。まずは自己紹介お願いします。はい、総合学園ヒューマンアカデミー那覇校パフォーミングアーツカレッジ声の自動販売機こと木田直之です。よろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いします。では木田さんにもまず演出を入れずに読んでいただきたいと思います。どうぞ。はい、これならまだいける。おー、うん、希望に満ち溢れてたね。最終決戦前の感じがした。なんかこう、これはどんな設定があったのでしょう。はい、自分の中で物語の主人公で限界というものに当たるんですけど、その主人公にとってはその限界も自分が今まで頑張ってきたものがあるから、この限界もなんか自分にとってはポジティブに捉えて、これだったら全然超えられるっていう、その明るい超えられるを意識して演じました。うん、雰囲気出てる、うんね、なんか何かの武器を使うのかメカに乗ってるのか分かんないけど、うん、こう戦いに行く主人公の感じ、ね、見えましたね。ではまずは和田さんに演出を入れていただきたいと思います。はい、そうですね。じゃあちょっとさっきはね、あのバトルものっていうかファンタジー感があったので、うんうん、リアルな方にしましょうか。まあ、デートの前日に紙かスマホの画面でもいいんですけど、明日どういう工程でデートするかっていうのを書いてると、うんうんうん、でよしと、これでバッチリだっていう感じでやってもらえるといいかもしれないですね。年齢感は今のままでいいかもしれないです。さっきちょっと少し幼めでしたもんね、きっとね。あ、はい、うん、今の年齢の感じでお願いできますか。はい、わかりました。ということで木田さんお願いいたします。これならまだいける。
おお、うん、しっかりした、しっかりした感じ、うん、ちょっと人間が変わりましたね今、うん、かんちゃん。このまだが難しいよねこれね。ねえ、どういうことって、これならまだいける、ね、いろいろありますけど、すげえいける、あすご、うん、どういうことだろ う, う こ, これならってこれならこのプランなら間違いない、これのプランなら。ありがとうございます。では続いて2人目の学生さんにご登場いただきましょう。まずは自己紹介お願いします。総合学園ヒューマンアカデミー那覇校、年中無休元気な前津遥です。よろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いします。前津さん、ということで前津さんにもまずは演出を入れずに読んでいただきたいと思います。どうぞ、はい、だってお友達だから。明るく元気、明るい、やっぱりこれはどういった設定があったんですか。まあ、友達の相手の子になんでこんないろいろやってくれるのとか、そういうことを言われた設定で、だってお友達なんだもんっていう気持ちで演じました。うん、ストレート。これで ね実はむっちゃ裏が、闇が深かったらやばいけどそうじゃなさそうなんで、そんなこと、うん、ね、無垢な気持ちで、前さんの人柄が出てました ね素敵な、ありがとうございます。ということで、じゃあ私が演出を入れさせていただきたいと思います。ありがとうございます、お願いします。じゃあ友人に、まあ友人なんですが、今度は戦士です。で、攻撃を受けそうになったのを自らの体でかばって、うん、今はの時に言うセリフにしたいなと思います。はい、ちょっとかっこいい女子ですね。だからなんかクール、傷ついてる、傷ついてる。な、年齢は上、もうちょっと上がいいなって感じで、はい、大丈夫でしょうか。はい、ではお願いいたします。だってお友達だから。おー、うん、かっこいいね。えなんか緊迫感出てる。うん、戦士だった。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、木田さん、前津さん、ありがとうございました。ありがとうございます。このコーナーで使用する男女別のセリフなども募集しています。どんどん送ってきてください。ということで、以上ワダックス公開オーディションでした。和田正幸と尾崎由香と世界のワダックスレディオ。お届けしてきました和田正幸と尾崎由香と世界のワダックスレディオ、そろそろおしまいの時間です。番組では皆さんからメッセージをお待ちしています。メールはワダックスアットマーク joqr.net まで。またこの番組の公式ハッシュタグはハッシュタグひらがなでワダックスです。そして番組公式 YouTube ワダックスチャンネルもあります。こちらでは番組本編と映像付きのおまけトークがお聞きいただけます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回のおまけはふつおたをご紹介いたします。詳しくは番組公式 Twitter をご覧ください。さて、ここでお知らせです。まず私から、はい、テレビアニメエドマイルフよろしくお願いいたします。はい、そして和田さん。はいはい、僕もですね、スマホゲームの三国ドライブで転生したらスライムだった剣とのコラボイベントが開催中でございます。転スラのリルムール、ベルドラ、ミリムたちがコラボ限定ガチャから出演しますので、ぜひともこれを機に遊んでみてください。いいですね。そして世界さん、ね、はい、ファンタスティックスのパノラマジェット新曲がリリースされてますので、ぜひチェックしてください。お願いします。いたします。ということで、うん、素敵なゲストでしたね。ですね。よかった、お会いできて。みんながちゃんと恋と派になることを願って。そうですね。うん、ちょっとジュニアまで。え、世界さんいますから、恋と派は。ね。いるか、世界さんは？いますから。はい。僕ですか？はい、僕小ゆず派です。わかる。めっちゃわかる。俺も2話見て、あれなんか、なんていい子なんだと。コイトちゃんも好きですけど、もちろん。コイト派を増やしたいなと思っております。頑張ります。いるいる、いっぱいいるから。たまたま2人が誰かやったっていうだけだから。いるいるいる、絶対いるから。ということで。ねえ、オサピアちゃんにめちゃくちゃ合ってるキャラだよね。ねえ、うん、バチハマりしてる。ハマってます。おお、嬉しい。めちゃめちゃいい。運命かもしれないですね。うん、とってもいいキャラだと思います、役ね。引き続きエドマイルフよろしくお願いいたします。はい、ということで、ここまでのお相手は企画プロデューサーの和田正幸と尾崎由香と世界でした。ありがとうございました。この番組は株式会社エクスアーツと総合学園ヒューマンアカデミーの提供でお送りしました。